こんにちは、速稼塾の久保です。まあ暗号通貨ね、今日は結構ガーンと下がりましたね。いやさすがにね、私もイーサリアムが40万切るともう嫌になっちゃうなっていう感じです。まあ今回の暴落の原因っていうのを特定することはいつもながらできませんけども、まあ暗号通貨市場にはよくある現象といえばね、よくある現象なんですよね。なんせボラティリティが大きいので、それからストップロスもありませんから、だからね、どんどん下がるときはどんどん下がっちゃうんですよ。でも逆に上がるときはどんどん上がるじゃないですか。ですね、上がるときはね、なんとも思わないんですけども、いけいけって感じですけども、下がるときってすぐに狼狽しちゃうんですよね。でもね、ちょっとね、記事を紹介したいと思いますけども、まずこれです。暗号資産暴落の恐れ、強いギャンブル色、柴犬コインが 100%、 100倍暴騰後に約 36% 暴落って書いてますよね。まあ鍵は各国政府の法整備って書いてますけども、だからね、上がるときは100倍になるときはそんなにニュースにならないんですけども、36% だから上がった時の3分の1ぐらい落ちるとね、相対的にこれ 64% 暴騰してるってことなんですけども、上がった後に大きく下がるとなぜか狼狽しちゃうじゃないですか。だからね、これをね、ビビらないことだと思うんですよ、私は。でそもそも投資ってのはゼロになることを覚悟してやるもんですから、それこそね、購入した暗号通貨が崩壊しようがどうしようが、まあビビっちゃいけないんですよ。でこちらの方にね、いろいろと記事書いてますけども、いいですか。不可解のまでの暴騰を記録したのは同時コインってありますよね。私もね、同時コインを買っておけばよかったのにってことをね、散々パラ今年言われましたけども、この値上がりの要因って誰一人予測しなかった要因で上がってるんですよ。しかも未だにそれがわからないんですよ。同時コインはこういう風な現象で上がりますよっていう風なニュースはたくさんあったんですけども、どれ一つ当たることなくね。で同時コインをたまたま買ってた人がほーらねっていうだけなんですよ。はい、それで記事の方をね、読み進めていくと、まあ面白いことが結構書いてあるんですよね。それはね、テスラモーターのテスラ、イーロン・マスクさんが、同時コインの詐欺だっていうふうにね、こう言ってるんですよ。そうすると、この暴落が来たってことなんで、だからね、マーケットのある一人の人が言ったことがここまで影響するってことは、多くの人が発言とか、それから情報にものすごくね、操られてるってことだと思うんですよ。でもそれはね、しょうがないです。抵抗のしようがないです。個人的にイーロン・マスクさんが何言っても関係ないんだって思える人はいると思いますけども、ただね、多くの人がどう考えているかってことを予測するのがこういった投資事ですからね。で暗号資産のイーサリアムを考案したのはビタリック・ブリテン氏が27歳で、お、これなんですかね。イーサリアムを考案したビタリック・ブリテン氏が27歳で資産11億ドルを超えたと報じられたっていうの。まあこういうふうな大富豪の話もあるでしょうね、きっとね。で一番下なんですけども、これは誰でもね、言えることなんですよ。各国政府が法整備に動き出した時に暴落する恐れもあると警鐘を鳴らしたって、こんなことね、誰が言ったんか知らないですけども、これですか、藤井なんとかさんですか、あなたが言わなくたってこんなこと誰でも知ってるよってことなんですよ。こんなことがニュースになるんだから笑っちゃうなと思いますけどね。はい、それでね、暗号通貨に限らず相場っていうのは上がったり下がったりするもんなんですよ。でもっと言うと、上がるからこそ下がる要因がどんどん増えるんですよね。タコと同じで、上がれば上がるほど下がる可能性が高まっていくんですよ。タコがちょっとしか上がらない時って下げ幅も限られてますよね。上がった分しか下がらないわけですから。ですから暗号通貨がすごく上がったってことは、すごく下がる要因もあるんですよね。だから高値圏では、例えばサンゾンが出たら下落が始まったりとか、安値圏では上がる要素が大きいですから、ダブルボトムで跳ねて上に上がったりとかするんですよね。だから上下を繰り返すもんだってことをやっぱり認識しないといけないんですけども、ただ相場に入ってくる多くの人っていうのは、まあ負ける人なんですよね。負ける人なんで、だからちょっとしたことで動揺して、過去のデータもないですから狼狽して情報をすぐ探りに行くんですよ。だからね、自分の経験値の中とか、すでに記憶の中に、記録の中に、様々なパターンが入っていれば、今回のこともよくあることのうちの一つというふうに理解できて、さらにね、買い増ししたりする勇気まで出てくるわけですよ。だからね、値段が下がった時に買わないといけないのに、値段が下がった時に売っちゃうわけですよね。まあ、それは一人一人の判断なんで仕方がないですけども、資産を増やせる人って、値段が下がったら買うわけなんですよ。値段が上がるから売るんですよ。で、自分が売った瞬間に値が下がるんですよ。で、これが捉えられてるかどうかですよね。で、先日も私 XRP を全部売却しましたけども、売却した次の日からみるみる落ちて、今も落ちてるでしょ。XRP。確かね、XRP の今の価格なんですけども、154円。
まあまあ踏みとどまってる方だと思いますけども、これをねやっぱり200円弱で売れるかどうかなんですよ。一つはね、もちろん XRP 長い目で見たらこれからも上がると思いますよ。だからそこを捉えてね、いや久保さん売っちゃってバカだなぁと、これからまだ XRP 伸びるのにっていう風な声もあります。当然ですけども、そんな予測も込みで売ってるわけなんですよ。それは私はいくら稼ぎたくてやってるかってことが明確なんですよね。 XRP に関しましては190円で私のノルマ達成されたんで売ってもいいわけなんですよ。ただ180円になっちゃうと今度はねノルマ未達成なんで売れなくなる、非常にね微妙なポイントなんですよね。もちろん200円超えて300円、過去の値段みたいに400円ぐらいになったら私は万々歳なんですけども、じゃあそれがねいつになるのかってことは分からないわけですよ。だからここでエグジットして次の自分の期待してる例えばイーサリアムとかに移行した方がいいかなと思いますし、私の場合はもうすでにカルダノに絞られてます。カルダノはもう追加で購入することはないんですけども、まあプレセールで買いましてね、ステーキングもありますからね、動じることはないんですが、ただやっぱりねいつまで経っても、上がった下がったに引きずられてもいけないんですよ。なぜなら人間の時間は有限だからなんですよね。で暗号資産、暗号通貨、ビットコインというのは稼ぎ続けられるものではあるんですけども、しかし私の人生にはそこまでね10億20億は必要ないんですよね。そして私はいつも1億単位で考えてるんですよ。1億単位で決済できればもういいんじゃないかなと思います。もちろん税金のこともありますんでね、あまり派手に稼いでも仕方がないですしね、身の丈に合ったものかなと思ってますよね。で失うべき時にはきちんと失って、失った分だけ経験値として身につけていけばいい話でね、やっぱり損失も経費ですから、その経費なくして経営は成り立ちません。ですので暗号通貨をやる以上きちんと損切りをしてマイナス含み損も覚悟しながらトータルで勝っていけるようにね、目標金額できるようにこれからもやっていこうかと思います。肝心なのは情報にいちいち振り回されないことですよね。で暴落した時に情報を探りに行かないことなんですよ。暴落した時は自分の考えを発信する側にもならないといけないです。今回の動画のようにですよ。だから私は検索しません、こういう時に。むしろ値段が上がった時にどういう要因で上がったのかの答え合わせをするために検索することはあります。値段が下がった時はよくわかんないけどみんなで売ったってことでしょ。まあそれだけでいいんじゃないかなと思いますよね。値段が下がって暴落することなんて暗号通貨に関わった時からもう当たり前のように最初からそれを込みでやってるわけですからね。 30% 減 40% 減そんなことね何回も見舞われながらやってるわけですよ。あのビットコインバブル崩壊2017年2018年の時の価格思い出したらね、まあそれほどのことは起きてないなと思うことで、さざ波のようなものでございます。今回も以上でございます。